病院の寮に届けられた置き配を盗み逮捕された女性看護師に懲戒処分です。処分を受けたのは、岐阜県の大垣市民病院で看護師をしていた20代の女性です。女性は今年10月、病院の敷地内にある医師や看護師が住む寮で、入り口にある置き配専用の棚からハンドクリームや入院料を盗んだとして逮捕され、罰金30万円の略式命令を受けました。 大垣市の聞き取りに対し女性は市民や病院に大変なご迷惑をかけましたと話しているということで市は今日付けで停職4ヶ月の懲戒処分とし女性は胃がん退職しました。